と、えー、といいううここでででアメリカンビューティー、ティかがでしたでしょうか。がししたょれ99年にアカデミー作品賞を取りましたけど内容的にこれ現在のアメリカじゃ <laughs> 無理じゃないかなっていう、まあ、モラル的にどんどん厳しくなってますからね、はい、まだ99年は甘かったですね。はいえー、ということでこの映画ですねまずは最初にですねその、まあ、郊外の、まあ、高級住宅地を、まあ、空から飛んでくカメラでこう俯瞰で撮ってるシーンから始まるんですね。それ カメラがブーンと、まあ、観客の目になってその住宅地を上からこう飛んでいってそうすると声がかかってきてそのケビン・スペーシーの声なんですね。でえー、これから1年以内に僕は死ぬっていう不思議なナレーションすごいですねこれから一体何なのかっていうと、えー、実はこの映画っていうかこのシナリオは「サンセット・オードリー」というビリー・ワイルダー監督の映画を 元にしてて書かれてますシナリオは「サンセット大通り」っていう映画はですね一番最初にですね、えー、ウィリアム・ホールデン扮するハリウッドの脚本家がプールにこう浮かんでるとこから始まるんですよ死体なんですね。でプカプカ,カ浮かんでてそれを警察が調べてるんですけども、えー、そうすると死んでるはずの,その、えーまあ、ウィリアム・ホールデンが「あの僕がこうやって死んでんだけど、えー、どうやって死んだかこれからお話しします」って言ってその彼が死ぬに至った その経過がドラマで描かれていくというのはサンセット大通りなんですねで、それを真似してますね。で、えー、真似してるからつまりケビン・スペーシーがすでに死んだ状態から過去を回想しているって映画なんですよで、私を殺したのは一体誰でしょうっていうミステリー犯人探しのミステリーとして、えー、最初はシナリオを書かれてますで、えー、もうカットされてしまって存在しないんですけれども このリッキーという隣の息子、ね、ウェス・ベントリーが演じてますけれども彼が刑務所に入っている状態になりますシナリオでは。で刑務所の,あのなんていうか、まあ、独房の中で,です、ねえー、ビートルズの「フィクシング・ホール」っていう歌を歌ってるっていうシーンがあってです、ねでえー、別の,その女性刑務所の方ではソーラー・バーチあのケミン・スペイシーの娘が刑務所に入っているとで。どうしてかっていうとテレビニュースがバンと入るんですね。えー、そこで このソーラー・バーチとウェス・ベンティーはあの自分の父親殺しで、えー、逮捕されて、えー、裁判にかけられますと、ね、で彼女がその隣の男に依頼してお金で買って自分の父親を殺させましたって言ってそれで証拠ビデオとしてこの映画に残ってる、えー、ソーラー・バーチが「お父さんに死んでほしいわ」って言って「あなた殺してくれない?」っていうビデオが一番この「えー、アメリカン・ビューティー」って映画には一番最初に入ってますけどあれは。 実は法廷で提出される、えー、殺人以来の証拠ビデオとして、えー、本来はシナリオに書かれてて撮影されているものなんですよ。でそこから裁判が始まってこの2人が本当に殺したんでしょうかって言ってその裁判の様子とカットバックしながら過去が描かれていくと。 いいう内容になっていて観客は誰が殺したんだろう本当は誰が殺したんだろうって見てるとまず奥さんも怪しいんですね奥さんはこの、えー、キングって男との浮気がバレて拳銃を、まあ、撃つようになってですねその拳銃で旦那を殺そうとしてるとで隣のクリス・クーパーも拳銃をたくさん家に保存していてで、えー、ケビン・スペーシーがゲイだと疑って、えー、自分の息子を誘惑してると思って殺そうとしてるとでみんなが犯人に見えてくると。でじゃあ全員が容疑者で本当はは犯人は誰なんだっていう 映画だったんですよ本来は。そ、ね、したらまあ編集していうちにそのサム・メンデス監督が「うわこれはダメだこれだと話が小さくなってしまう、ね」ミステリーものとして面白いかもしれないけど普通のミステリーものとしてジャンルに入っちゃうんですねそうするとねミステリーコメディみたいなジャンルに入っちゃうこれはミステリー要素を切ろうとそしたらジャンルから出て一般的な文芸画の方に行くからなんですけども。 でそれで成功してアカデミー賞をを取取りりままししたたはい脚脚本本賞と全然違うんです映画 <laughs> アカデミー賞で脚本賞を取ったものの多くが脚本が全然違うないしは脚本がないものもアカデミー賞を取ってます、えー、関係ないですがちょっと言っておきますと「えー、カサブランカ」という映画はそうです。カサブランカは脚本の存在しない状態で撮影が続けられました。 ね、脚色なんですけど元の小説あるんですけども、えー、結末も決まってないセリフも入ってないで現場現場でアドリブで話を作ってて有名なセリフの、えー、ハンフリー・ボーガーとかいう「君の瞳に乾杯」っていうセリフもう映画史上の名セリフって言われてますが脚本には書いてませんハンフリー・ボーボガーとか現場でっっちゃったアドリブです、ね、で結末もどう撮るか決まってなくて撮影だけして後からアフレコでセリフを入れて話をでっち上げてます。 でもアカデミー脚色賞です。アカデミー脚本賞とか脚色賞って、ね、いかにいい加減か。脚脚音存在しなくても脚色賞ですからね。はい。えー、まあこれもだか全然違うんですね元の話。だからアランボール自身もいやーラッキーだったねって言ってるんですよ。<laughs> 面白いなと思いますね。はい。えー、でですね、えー、結構コメディとして。 かなりコメディ演出のところも多いですよそれはシナリオにある通りなんですけど例えばこのキングっていう名前の不動産王と、えー、彼女が浮気するところでのエッチシーンというのはもうシリアスじゃなくてバ「カバカしく撮ってますよねあの王様私にください」とか言ってもう下品なんですけどもそういうシーンであるとか、えー、もう明らかにふざけて撮ってるあとクリス・クーパーが隣を覗くとケビン・スペーシーにその息子のウェス・ベントリーがんていうか、えー、いわゆるフェラチオをしているんだと勘違いするシーンっていうのは完全にコメディ演出ですよ。 ね、だからこれは笑っていい映画として作られてるんだけど日本では全然そういうふうに宣伝されてなくてみんなしかめっ面して見てたんじゃないですかこれお笑いですから,、ね、だからお笑いなんだけど非常に重いんですよ画面が、ねでえー、それはぐ偶然重かったんじゃなくてビリー・ワイルダーっていう監督が重い撮影によるラブコメだったりブラックコメディっていうのを作ってたんでそれをやろうという意図のもとに撮られた 重苦しいいい陰影影の濃い撮影によよるお笑いなんですよ、ね、で例えばあの「アパートの鍵貸します」で一番有名なのはあのオフィスの、まあ、すごいオフィスが出てくるんですねこう上に蛍光灯がバーッとついてて下に机がバーッと並んでるのこうものすごい広角で映、えー、してるシーンっていうのがあって、えー、このケビン・スペイシーが最初に働いているあの電,話、まあ、電話セールスのオフィスの撮り方が全く「アパートの鍵貸しますの」のま真似で撮ってます。はい まねっていうかまあオマージュで撮ってますけどもねはいでまあいろいろとそっくりのシーンがあるんですが、えー、まああとサンセット通りを真似したシーンでさっきこういうふふ俯瞰でこうね、ま、街を上から見てそこにカメラがずっと飛んでいった行ったじゃないですか実はあそこでカメラを追い越してパジャマ姿のケビン・スペーシアがこうやって飛んでいくんですよ本当は。それも撮影されてます。 で、あのー、その後その街の中をですねケビン・スペーシーがこうやってパジャマ姿でこうやって飛んでいくんですよ。ね夢の中で飛んでるっていう感じなんですけどもそれも撮影されてるけど使われてないんですね。あのー、そ,それやっちゃうとなんかやっぱりお笑いの方に寄りすぎるってところでこう微妙なバランスで、えー、作られてる映画ですねこれは。はい、でまあでも結構笑えるところあって、えー、ケビン・スペーシーがその中年の危機 に入ってですね急に若さを取り戻そうとして聞く音楽っていうのは結局あの70年代ロックを聞くんですよねだから「アメリカン・ウーマン」っていう歌を聞きますけどもこれ「ゲス・フこか「えー、これアメリカン・ウーマン」っていう、まあ、歌で非常に有名な、えー、といろんな映画に使われてますねオースティン・パワーズであるとかね。であの映画の中でアメリカン・ウーマンがかかってる時っていうのはあの必ず全く必ずこれから女やっちまうぞ っってていうシーンで必ずかかるようになってますだからこれがかかった時にはあのこの画面に出てるおっさんはギンギンだなっていう合図なんですね。というのはこれどういう歌詞かというとアメリカの女たちが俺に寄ってきてホテルの部屋に入ろうとして俺とやろうとするんだけど俺はもう女にモテモテでもうこれ以上たくさんだぜっていうなんていうか存在しない見栄っ張りみたいな <laughs> そんなことお前に怒ってねえじゃんみたいな <laughs> そういう妄想のような無声のような歌詞なんですねこれは。 はい、で、まあ、それがかかってるっていうのはモテモテ幻想にとらわれてあの多分無声してる状態ですねはいでそれはかかるとあとだから、えー、突然こう体鍛えなきゃとか言って、まあ、大体い中年過ぎた男が体鍛え出すと危ないんですけどもあの <laughs> でこう鉄あれ持ってこうやってやってるとあのウォッチタワーっていうあの、ね、あのボブ・ディランとかジミヘンの音楽がかかってきますけどもねあと「ピンク・フロイドを君聴くの?」とか言って隣の息子に「君ピンク・フロイド聴くんだいいね」っても親父から「 なんかそれれ言われると本当に面倒くさ「いですよね <laughs> いやー君キングクリムゾンとか聞くの」とか言って「分かってるね」僕はね実はね1970何年の武道館のコンサートに行ったんだよとか <laughs> うるせえなこれやろ郎とか思うんですけどそれよくあるパターンのうまいんですよその辺が。ね、であの「70年のトランザム」を買うんですよねトランザえ、ねポ,あのー、ポンティアックファイヤーバーとかトランザムがか同じですけど「えー、70年の 型のまあすごいすごいスーパーカーですよその当時のね,ねでもそういう車を買って若かった頃のこうパワーを取り戻したいぜっていう人がアメリカにいっぱいいてアメリカはその大抵このな中年の危機になると70年代のマッスルカーを買うっていうね <laughs> 癖みたいなものがあるんでそれで、えー、なんだそういう中古の車をわざわざ所ジョージみたいに買うのかって。で <laughs> 思ってフォードがムスタングの70年代風のムスタングの,あのなんていうかえリバイバルを売り出したりえダッジがそのダッジチャレンジャーとかダッジチャージャーっていうその70年代のえマッスルカーをリバイバルで売り出したのはそういう中年親父たちがですねその何十年も前の車を買ってきてえ中古車を買ってきてその直して乗るっていうのがあったんでそのマーケットを狙ったんですね。 だから、まあ、なかなかかからななななみんん気がつかなかったんですね、はい、でその頃はまはあ、みんな中古車を買って直してたあと「オールライトナ・ナウ」えー、オーライトナーという曲がかかるんですけどもこれフリーでかなであとこの「アイム・サーチン」というですねザ・フーの歌がかかるんですねでそれで突然ジョギングを始めてですねこうジョギングを始めると「アイム・サーチン」という曲がかかってそれはあの僕は人生の意味を探してるんだってもろな歌詞だったりするんですよ。ね、だからこれ日本の えー、DVD とかで見ると歌詞が出てこないんでわかんないんですけどギャグが結構どれもギャグになってますでこのご飯を食べる時にディナーを食べる時にいつもアネット・ベニングが、えー、ボビー・ダーリンの曲をかけてるんですよで、えー、突然そのケビン・スペースがぶち切れて料理食べてる時にバカ野郎バジャーンってひっくり返してもう俺はお前のいいこと聞かない俺は俺の好きなように生きるっていうふうにおっさんがぶち切れた時にかかってる曲はボビー・ダーリンの、えー 「俺のことを無責任やろうって呼んでくれってて歌なんんでです <laughs> <laughs> あの俺を無責任やろうって呼んでくれガシャーン!」っていう「漫画なのかこれは」っていう演出になっててアメリカ大爆笑日本のお客さん <laughs> なぜ日本のお客さんこんなしかめつらして映画見てるんだろうと思いますけどお笑いですからねでボビー・ダーリンが大好きなんですよケビン・スペイシーは。で自分で監督主演でボビー・ダーリンの電気映画「ビヨンド・ザ・シー」をー作ってますね。 それで彼自身がボビー・ダーリンの歌全部自分で歌ってやってますけれどもまああのみたいうかでした、ねはい、でまあそういう感じでこういろんな細かいところがすごくなんていうかネタがネタの振り方がすごい丁寧な映画ですね。はい、でまあネタ探しだけじゃなくてあとけ結構でもうまくいってないところもあって、えー、とアメリカン・ビューティーのこの、えー、女の子は。 お金をずっと貯めてたんでそのお金でもってその、えー、彼氏をお父さんを殺す計画に雇ったっていう設定になってるんですよシナリオは。ね、で何のためにお金を貯めてるかっていうと包協手術をやるたためだったんですね。ところがその後キャスティングしたソーラーバーチが当時16歳であるにもかかわらずものすごいおっぱいをしてたんで何ののためめにお金を貯ててるか分かんなくなくっっちゃってます、この <laughs> それが第さんですね。あの ちなみにソーラーバーチはその頃16歳でおっぱい出しちゃってるんですけどもこれは今のハリウッドだと多分ほとんどできないですよもう厳しくなってるから今、えー、そういうまあ何ていうか、えー、まあポルノ的な少女ポルノみたいなものに対してねでこの映画でソーラーバーチがなぜこう16歳でおっぱい出したかというと彼女のマネージャーのお母さんっていうのはハードコアポルノ女優なんですよでもう私なんかもう全部出しちゃったんだからおっぱいぐらい出しなさいってって出したというね、はい、どうでもいい知識でしたはい、はい で、まあ、もっと意味のある話をしますと <laughs>、えー、この映画のタイトルの「アメリカン・ビューティー」っていうのは一体何かっていうとこれはまあバラの名前ではあるんですけどもアメリカの美なんですね、えー、とアメリカの美についての映画で,で中でその「俺は人生の意味を探してるんだ」って言ったりケ、えー、ビン・スペイシーが「それは人,人生じゃないそれはただのものなんだ」って言って「俺は人生の意味を探したいんだ」みたいなことを言っててそれはまあこの。 えー、ウエス・ベントリー扮する隣の息子がねあの美しいものを探してるんだっていうところと絡んできて、えー、要するに見かけの美上っ面の美しさばっかり追っかけてる人はこの奥さんなんですよ4,000ドルのソファーであるとかそのまあ豪華な家とかあのうちっていうのはすごい豪華な家なんですけどドアが赤くて窓の周りが青くて、ね、で壁が白くてアメリカの星条旗の色になってますね。 だから彼女が考えるアメリカの美っていうのはそういう作り物メーター金であるとか車であるとか豪華な生活とか庭とかが彼,に彼女にとってのアメリカの美であってそのまあなんていうか資本主義的な成功ってことは彼女の考える美なんですね。です、えー、ーーすけど見つからないんですよでわけの分かんない車買ったりですね昔のロック聞いたりしたりあのこの娘の同級生 ののチアリーダーダにその美をまあ探そそ探うとすするんんですけど、まあ、それも実は勘違いなんで,す、ね、でえば、ー、ウェス・ベントリーは「アメリカの美」っていうのはあのー、一番僕は美しいと思うものは、えー、ゴミ袋、ね、が空中にくるくる舞ってる姿なんだっていうんですねであれはちょっとバカバカしいんだけども要するにアメリカの美っていうのは彼は。でその男にね「ソーラーバーチャー君は美しい」って言われて嬉しくねえよっていうね。<laughs> 嬉しくねねえよっって言った方がいいです、ね、あの時、ね、あ僕は君,君は美しいと思うんだっつって一番美しいものを見せようてゴミなん私これと同じっつって怒らないって動画どうかしてますけどこの人ね。はい、でハトの死んでるのを見てねビデオに撮りながらねあの死っていうのは美しいなって言ってるんですよね。で、えー、ケビン・スペイシーは最後に自分の人生をまあ走馬灯ってやつですね殺される直前に こう、ばあっと回想して、あ,あどれも美しかった。ね、あの子供の頃に見た流れ星、ね、おばあちゃんの皺だらけの手。ね、えー、奥さんと初めて会った時とか、娘が子供,子供、赤ちゃんだった時。もうみんな美だったと。俺はアメリカンビューティーを見たんだって言って、バーンと打たれるということになってますね。で、あのー、そこの部分を強調したかったで、ね、監督は。その誰が誰を殺したかって、この犯人は一体誰なのかっていう部分の方に。観客の意識がいっちゃうと。 え謎解きの方に寄っちゃうから、えー、その謎解きを全部切ってそのアメリカの美っていうものを探そうとする人生の意味を探そうとする、えー、物語の方に寄せたんですね多分ね。でその、えー、ケミン・スペーシーはその撃たれる直前にそのアメリカの美を俺は知ったって思ったところでバーンと撃たれたから笑顔で死んでるんですねこうねこんな書いても全く意味ないですけども <laughs> こうやって笑顔で死んでるんですね。で、えー そ,れをその死体を見たリッキーウエス・ベントリーも「あ美しい」って言ってにっこり笑うという非常に奇妙な映画でテーマはまあそここにあるんですねでこの、えー、日本語ではどういうコピーになったかわかんないんですけどこの映画のタグっていうその宣伝コピーは、えー、ルック・クローサーっていう。 もっと近くに寄ってててっていう宣伝文句だったんですけどもそれはアメリカの美っていうものはもっと近くに寄ってみてごらんとアメリカは美しいって言われてるけどもその高級住宅地であるとかえまあ幸せな家庭とかよく見るとそんなに美しくないよっていう意味でよく見て近くに寄ってみてって言ってるんですがで近くに寄ってみていって見にくいものが見えたんだけどもその先をどんどん見ていくとまたその先に美しいものがあるよみたいな。 意味で「アメリカン・ビューティー」というタイトルで、えー、ルック・クローサーという、えー、副題に副題っていうか、まあ、多群宣伝コピーになっているのはこの映画ですね。はい、ということで、えー、最初見た時は「じゃこれ何をやろうとしてる映画なんだろう?」って結構みんな何だろうと思ったと思うんですけどそれはまあ作ってる側もあの試行錯誤があったわけですよ。ね、ミステリーによらせようかなコメディに寄らせようかな、ね、それとも真面目な何ていうか文芸映画にしようかなって言ってんで。 もう一つこの映画の参考にしたのは「えー、普通の人々」っていう映画がありましたこれはアカデミー作品賞取ってますけどロバート・レ・ッード監督の映画でやはりこのアメリカの郊外住宅地に住んでいる豊かな家庭が実は家庭の中が全部バラバラで,でお母さんが意地悪で子どもたちがそのトラウマになっててっていうのを暴いていくと幸せな豊かな家庭の,その人間関係の冷たさを暴いていくという映画が。 えと普通の人々だったんですがそれも真似したって言ってるんですね監督サムエンデス監督はねであのー、この部分はものすごいシリアスなんですよだからもともと噛み合わないシリアスな要素撮影の技術だったりねとコメディ的なそのシナリオを、とあとミステリー要素ね、あと実話要素みたいなものを全部まとめちゃったんで非常に正体の分かりにくい映画なんですがだから面白かったというところですはい、さすがスピルバーグ制作という感じがしました ということで、えー、アメリカンビューティーでした。はい、えー、ではまた映画塾でお会いしましょう。あのアメリカンビューティーってまあいわゆる家庭崩壊物ですよね。でアメリカ映画って特に家庭崩壊物が多いと思うんですよね。でなんでアメリカ映画はこんなにたくさんアメリあの家庭崩壊物が多いのかちょっと気になったんですけど、なんか。 それぞれの絵が全部テーマが違うんで、うん、あれなんですけども、まあ、アメリカン・ビューティーはいわゆる郊外住宅っていうその郊外の,その、まあ、中産階級以上の人たちの生活っていうものをアメリカの理想とされていて庭付きの一戸建てで車があって、えーまあ、きれいな芝生があってと。でそれがすごく上っ面の えー、幻想なんだっていうことでその、まあ、アメリカの幻想を暴くっていう意味でそういう、まあ、家庭が崩壊する映画を作ってきたというとこなんですね特に1950年代はそ,のそういった、えー、公害住宅が理想とされていたんでただ理想とされていただけじゃなくて、えー、まあ専業主婦家っていうのをアメリカは1950年代に非常にその えー、行ったわけですよそれまで専業主婦っていうのはあんまりいなかったんですよ中産階級では、えー、ほとんどが出稼ぎで、えー、専業主婦が許されるのはそれこそ大金持ちのうちぐらいだったんですねでそれを言っただ専業主婦っていうのを理想にしていったら奥さんたちみんな頭おかしくなっちゃったんですねでそれを隠してたんですけどアメリカはだからクレーマークレーマーなんかはその奥さんが突然働くってことにその生きがいを見出して家を捨てていくって話なんですけどもその。 50年代がいかにそのアメリカっていうのはその理想を押し付けることで自,自らの国民を崩壊させていったかっていうようなところが原点にありますねでもいまだにその幻想は続いてるんでいまだにそう,いう映画が作られていくということだと思いますけどもね。はい、日本ではあのアメリカの,その理想を非常に移してしまって専業主婦っていうものをその理想化するようなドラマっていうのは1960年代昭和40年代に非常に作られていてそれはなぜ作られていたかというとはっきり言ってコマーシャルのためです。うん アメリカも実際そうだったんですよ、うん、家電製品を売るためだったんですよ、うん、家電製品を売るために家電製品のメーカーが提供するホームドラマで専業主婦っていうものを理想化したんですよ洗濯機であるとかまさに東芝日曜劇場だったりとかそのあのあるいはあの松下のパナあの,あのナショナル劇場だったりナショナル劇場の見所も始まる前はそういうホームドラマをやってましたしホームドラマだったんですよあ,ありがとう、えー、とか、はいえー、東芝日曜劇場もずっとそういうのをやってましたずっと専業主婦のドラマやってました、えーはい でそうアメリカのそのホームドラマ1950年代のホームドラマも全て提供はジェネラルエレクトリックとかそういった家電メーカーだったんですよ家電メーカーのコマーシャルだったんですアメリカも日本も専業主婦のドラマっていうのはただそれにみんな洗脳されただけなんですサザエさんですよそうですね最終的にそうですねあれも東芝ですからねサザエ暇にしてるは働けようと思いますよ本本当当にに ね、だあの『サザエさん』で描かれてる世界っていうのはもう完全に嘘っぱちですけど、うん、木下圭介も一時そういうのを作ってたりしましたけど、ねはい、木下圭介劇場っていうのが、ねあ,りね、ありましたね、はいええ、ただあれは比較的どっちかというともうちょっと毒を入れてお、ねね、親父太鼓とかはも良かったですけどね冬のあれとか海とかねそう,そうありますからねあれはだからでもあれは提供は家電メーカーじゃなかったかな、うんうん、家電メーカーの,あの作ってる番組っていうのは本当にそういった形で消費者育てるためのこれが理想の家族です、ね、そうなんですよ、ね でででもみんなな知らなかったでしょコマーシャルですよサザ,エさんってサザエさんに出てくるあの、うん、背景に映ってるあの洗濯機とかテレビとかってその時の新製品が必ず入ってたんですよ、うん、東芝が一社提供してた頃は、うん、そういう幻想ですよそれは、うん、完全にみんないいものだと思って見てたかもしれないけど <laughs> そういうものではないんですよ、うん、コマーシャルとして作成された、うん、明らかに意図を持って作られたシリーズですよ、うん、サザエさんは。 だからあれと同じことアメリカでも起こってた。